ますね。みやんこにゃん、お誕生日おめでとう。お手をがひいけすのふーって当たって。かわいい。みゃんこ、お誕生日おめでとう。あ、かわいいな。ハッピーバースデー帽子。あ、まるこさんも帰ってきた。ハッピーバースデー、みゃんこーって歌わなかった。そんな怒らんでもいいや、みゃんこにゃん。そんなかわいいお帽子とリボンつけて、喧嘩しないで。あははは。撮りたいです。あはは、かわいい。お誕生日おめでとう。あははは。みゃんこにゃん、苦しい？ああ。取ってあげようか？お帽子取ってあげよう。はい。おリボンはいいですか？今日はみやこさん主役ですからね。気になる？みやこちゃんお誕生日やね。4歳になりましたーって。かわいい。とみんなでチュールパーティーしなあかんな。マリコもつけたのか？マリコ？あ、かわいい。ちょっと待って、めっちゃかわいいやん。こっちおいで。マリコ。マリコ。あらあら、横についちゃった。これは苦しいのかな？よろしくない？まる子。あー、かわいい。まる子もお誕生日帽子。まる子も4月で1歳になったよーって。おー、歌を鳴ってる。あ、どこ行くの？じゃあ、取ってあげよう。マリコ、取ってあげようか。やんこチュールやんこチュール。はい、こうちゃんもう食べたでしょ。なんとチュールパーティーが取れてなかったのでおかわり。2回目のチュールパーティー。なんと取れてなかった。おいチュール。みやこさんは4歳。まるちゃんはまるこ1歳。まるこ。ポテオくんは5歳。みやこちゃん4歳か。4歳ということは人間に換算すると、28歳ぐらい？ポテオくんは人間に換算すると、35歳ぐらいかな？大きい。やっぱポテオくんの長毛の力はすごいな。おじゃおかえりー。やこちゃんの誕生日なんですよ。かわいい。やこちゃん4歳になりました。くまちゃんも今4歳です。7月にくまちゃんはね、5歳になりますけども。早いね。これでポテオくんが5歳、くまちゃんは7月で5歳、やこちゃんが4歳、まるこちゃんが1歳。ちょうどいいな、そのお鍋。暑くなってきたから。みんなで猫鍋が。大人気ですね。今日はみゃこちゃん主役やから、おリボンつけといてくれる？あ、かわいいな。みゃこかわいいね。おリボン似合ってますよ。爆食い中やな、くまちゃんな。かわいいな。ここも食べる？二人でお食事デートする？しない？かわいいな、みゃこ。はい。お誕生日おめでとう。かわいいな。おもちゃちゃうねんけどな。まあいったおもちゃでも楽しい？ハッピーバースデー帽子楽しい？やっぱりこうなんかポテオくんとは5年、くまちゃんとももうすぐ5年一緒にいるんですけど、だんだん信頼してくれてる感が上がってきて、甘えたさんになってきますね。ね。なので、まるこちゃんは最初から甘えたさんやけど、これは品種によるものでしょうか。エキゾチックは甘えたさん。スコティッシュフォールド。ポテオくんたちは甘えたいタイム時間がすごい少なくて、くまおさん、それやめてください。くまおさん、お願いだから。くまんちゃん、それやめてくださいって言ってるでしょ。ね。すこちゃんはあんまり甘えたいタイムが本当に短くて、最初寂しかったんですけど、なんかね、だんだんと今甘えたいタイムにゃーって言ってくれるようになってきてね、だんだん仲良くなる感じやね。ああ、喧嘩しないでよ。喧嘩しないでよ。あん、かわいい。なんでそんな喧嘩するの？してんの、くまちゃん。なんでそんなにやろう。旅行はすぐ喧嘩するんだから。ねえ、かわちゃんなんか悪いことしてへんのにな。今日もお祝いだよ。みゃこちゃんのお祝いだよ。仲良くしてね。どうしてそうなる。